今日は梅崎選手と東大分小学校の子どもたちがサッカーを通じて交流を深めています。大分トリニータでは県内各地の学校を巡ってサッカーを一緒に取り組む活動を行っています。今回はキャプテンの梅崎選手やコーチが大分市立東大分小学校を訪ね、2年生とサッカーを通じて交流を深めました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう。まなみちゃんはどうでしたか？初めて一緒に梅崎選手とあとサッカーしたんだけど、なんか一緒にできてなんかすごく嬉しかったです。そうそう、 あんなにすごい人を見るのは初めてです。一番すごいと思ったところ聞かせてもらっていい？初めにしたあの得意技、足でなんかボールをね、あれリフティングっていうやつでボールをこう足とかでコントロールする技、しなかった、しなかった、あれすごかったね。えじゃあこれからもサッカーしたいなと思いましたか？今日やってみて。興味はないけど、でも興味ないけどね、楽しかったから、楽しかったか、また来てほしい。あ、そうだね。受けるのがすごかったです。サッカーやったことはありますか？上等こども園の頃からやっちょん、あ、やっちょんの、うん、やっちょん。ほんと、じゃあこれからさ、なんか大きくなったら何になりたいとかある？トリニータになりたい。トリニータの選手になりたいんだ。お、あの、まなみちゃん拍手してるけど応援する？うん、お友達がやっぱそのサッカー選手だと嬉しいよね。うん、ねえ。梅崎選手がこのくらいの時っていうのはどんな少年だったんですか？いや、まあ、結構やんちゃっ子だったし目立ちたがり屋だったと思います。はい、そういうあの似てる子供たちはいました？あ、まあ、いますね。はい、そうですか。はい、で、そういう子供たちとあのサッカーを通して、まあ、こういう交流っていうのはどうですか？何かこう感じるものというか、すごくいいことだと思いますし、まあね、こうトリニータを知ってもらうきっかけにもなると思うし、まあ、こうサッカー自体もこう楽しいものなんだってこう感じてもらえる機会でもあると思うんで、はい、やっぱりこういう交流がこう根付いていくと、もうあの小さい時からこうサッカーにこう携わるというか、どういった形でもいいのであの好きになってもらったりっていうのはあると思うんですけど、はい、そういうのは感じられました？ああ、そうですね、はい、すごく、ね、最後なんかやっぱりサインください、サインくださいみたいな。はい、まあ、普通にやっぱり2年生なんでこうじゃれ合ってくるっていうか、まあね、僕もやっぱり子供いる身としてはすごくそういうコミュニケーションがやっぱ好きだし、嬉しいし、っていうのは思いました。最初と最後でもなんか全然違う感じでしたね。そうですね、はい、まあ、コーチたちもね、上手にやっぱりこう楽しませるような目に組んでくださったので、はい、で、さっきですね、あの伺ったトワちゃんという子がいるんですけど、はい、その子がぜひ質問をしたいということで、はい、ちょっとこれ見てもらっていいですか？はい、トリニータの試合は見に行ったことある？ホームでの試合は全部見に行きました。すごいね。え、じゃあさ、梅崎選手がさ来てくれてさ、どういう思いだったっていうか、嬉しかった？はい、嬉しかったです。聞きたいことあった？うん、何聞きたかった？後で聞いてあげる。秋田戦の PK は緊張しましたか？どうですか？すごい、いるんですね。はい、わ、嬉しい。ああいうシチュエーションで自分が蹴る、自分が決めるっていうのはもうずっともう何年もこう自分に自問自答を繰り返してきたところであるので、もちろん緊張しますけど、そこはもう譲れないというか、メンタリティ的に、はい、自分のなりたい選手像、人間像であるので、はい、って言った思いで、ね、プレッシャー相当ですからね、はい、そのトワちゃんからですね、あのサインをくださいということで預かってるんですよ。こちらにサイン、はい、ちょっと8番入ってるな。8番入ってるな。8番入ってるんですけど、まあ、ヤマトメインなんで ちっちゃめに書こうかな。ここは後ろどうですか？どこにします？この辺にしようかな。ちょっと、はい、はい、可愛く。じゃあお願いします。はい、とわちゃんサインもいただきました。これを着てね、はい、あとは来シーズンはぜひ梅崎選手のユニフォームを加わっていただいて、はい、ぜひ応援をということで。そうできるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、リトル大分トリニータの背番号11、フォワードの渡辺新選手。試合への出場は怪我のためシーズンの途中からとなりましたが、
2ゴールを決めるなどチームに大きく貢献しました。今はシーズンオフですが、練習場で自主トレに励んでいます。そんな渡辺選手に突撃インタビュー。お疲れ様です。どういう感じの？いや、渡辺選手、シーズンオフということで、はい、今突撃で自主トレをね、どの選手がしてるのかなということでちょっと練習場にやってきたんですけど、渡辺選手結構自主トレをしてるんですか？してます。あ、毎日？まあほぼ、基本まあジョグしてボール触ってロングボール蹴ってとかする感じです。技術系はやっぱ難しいですよね。一人とか人数少ないから、まあ、それよりまあ感覚を保つ感じとかかな。また強化っていったらフィジカル系じゃないですか。今日この後筋トレもするんですか？筋トレもこの前にしてます。プロのアスリートとして体作りに余念のない渡辺選手、食に関してもこだわっているんでしょうか？あ、でも納豆めっちゃ食うかも。冷蔵庫には大体入ってる。入ってる。おー、でもいいですよね。納豆メカブかな。メカブ豆腐がはなんか食べる体に良さそうじゃないですか。ということで入れてる、うん、じゃあ美味しいし食事も健康的な渡辺選手に来シーズンへ向けての抱負を聞きました。まあ、今シーズンは怪我からスタートして前半戦に全く出れなかったので、まあ、来年はね、しっかりフルで出れるように頑張りたいです。渡辺選手、来シーズンも活躍してください。期待しています。一方、大分トリニータの長澤俊選手と戸根亮介選手が契約満了に伴いチームを離れることとなりました。次のステージでの活躍を期待しています。クセセセセです。優勝目指して頑張ります。せーの、キックオフ大分。キックオフ大分。難しい。今回は今話題の e スポーツを紹介します。 e スポーツとはエレクトロニックスポーツを略した言葉で、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使ったスポーツ競技です。近年世界各地で競技大会が開催されています。 e スポーツっていつからあるものなんですか？1997年頃からですね、欧米の方から始まった感じなんですけども、そこからが起源ではありますね。大分でももちろん広がっているんですよね。サッカー協会の中でもその e スポーツ委員会っていうところでですね、サッカーゲームがあるんですけども、そちらを使ってその対戦であったりとかっていうところをいろんなイベントで体験していただいたりとか、あとはもうその大会ですよね。そういったこう大会となると気になるのは、なんかこう賞だったり与えられる称号何かあったりするんですかね？鹿児島国体っていうのがありまして、そちらの部門でも e スポーツも採用されて入ってるんですけども、そこに勝ったらやっぱり国体優勝っていう称号が入ったりできますよね。はい、もう本当にじゃあ大きな大会としてこうどんどん広がっていってるんですね。はいはい、で一応大分県もですね、一応プロっていうところで、e スポーツのチームがありましてですね、プロ選手として、ゲームの配信をするとか、あとはその先ほど言ったその国体で、出場して活躍するとかっていうのは行ってますね。全然わからない。わからないですね。今点がついてるのが操作してる人です。ほうほうほう。で、そのボタンを押すとパスします。やってみてください。パス。はい。パス。はい。できてないですね。あ、ですね。はい、できてないですね。飛んでいきますね。はい。はい、もうちょいやりましょう。はい、進めてください。はい。これ頭使いますね。当たり前か。当たり前ですね。ですね。でも画面とかもすごいこう、ほんまのそのサッカーの試合のように見える。確かに、こう臨場感もあるし。はい、あ、うまいっすね。おうまいっすね。そうですね。はい。はい、すごく下手です。なんかずっと見ておくのだけでも楽しいです。はい。それはどうかな。ダメですね。やっぱプレーが大事ですね。うん、はい。はい、大分トリニータからのお知らせです。現在チャリティーオークションを実施中。各選手のロッカールームを彩ったタペストリーに選手の直筆サインが入っているものを出品中です。
また来週木曜日からは第3弾を予定しています。収益の一部は地域福祉活動団体などに寄付させていただきます。大分トリニータの来期監督に片野坂智博氏が就任しました。この大分に帰ってくるっていうところでメッセージいただいてもいいですか。再び指揮を取らせていただくことになったこと、これを皆さんのおかげでまた得たチャンスだと思います。皆さんのご期待は本当にもう自分の中で重々分かっているので、来シーズンからしっかり努めていきたいと思います。ぜひスタジアムにお越しいただいて後押ししていただきたいですし、これからもご支援ご声援どうかよろしくお願いします。来週の金曜日から2024シーズンパスを販売します。いろんな特典がついているのでお楽しみに。